アダムとエヴァ・アダムの創造アダムとイブは旧約聖書、創世記に記された最初の人間である。天地創造の終わりにヤファワによって創造されたとされる。なお、アダムとはヘブライ語で、ド、人間の二つの意味を持つ言葉に由来しており、イブはヘブライ語で、幅といい生きるもの、または生命という意味である。楽園から追放されるアダムと、 エヴァイチジクの波及薬聖書、創世記によると、アダムの創造後日のなる植物が創造された。アダムが作られた時には、エデンの園の外には、野の木も草も生えていなかった。アダムはエデンの園に置かれるが、そこには、あらゆる種類の木があり、その中央には、生命の木と知恵の木と呼ばれる二本の木があった。それらの木は全て食用に適した実をならせたが、 主なる神はアダムに大し善悪の知識の実だけは食べてはならないと命令した。なお、命の好みはこの時は食べてはいけないとは命令されてはいない。その後、女が想像される。蛇が女に近づき、善悪の知識の好みを食べるようそ,そのかす。女はその実を食べた後、アダムにもそれを勧めた。実を食べた二人は、目が開けて自分たちが裸であることに気づき、 それを恥じて、一軸の歯で腰を打ったという。この結果、蛇は、腹ばいの生物となり、女は妊娠と出産の苦痛が増し、また、血が呪われることによって、額に汗して働かなければ、食料を手にできないほど、血の実りが減少することを主なる神は言い渡す。アダムが女をエヴァと名付けたのはその後のことであり、主なる神は、命の好みをも食べることを恐れ、 彼らに衣を与えると、二人を、そのから追放する。命の木を守るため、主なる神は、エデンの東に、ケルビムときらめいて回転する剣の炎を置いた。その後、アダムは930歳で死んだとされるが、エヴァの死については、記述がない。また、善悪の知識の木の実はよく絵画などにリンゴとして描かれているが、創世記には、何の果実であるかという記述はない。 17世紀のイギリス人作家ジョン・ミルトンはこの物語をモチーフにして失楽園を書いている。キリスト教では失楽園の物語は現在として宗教的に重要な意味を与えられる。新約聖書ではアダムは騙されなかったとしてアダムの罪の大きさを指摘するほかイエス・キリストを最後のアダムと呼ぶなどアダムへの言及が各所に見られる。また、 エヴァを騙した蛇はサタンであるとされる。なお、アダムは、聖教会で聖人に劣せられている。アウグスティヌスは、神の国14巻11章で、エヴァは惑わされて、罪を犯したが、アダムはエヴァに譲歩したために罪を犯したと、解説している。また、神の国22巻17章で、女が、男から作られたのは、 イエス・キリストについての予言であり、アダムの眠りがキリストの死を表し、十字架につけられたイエス・キリストの脇腹から血と水が流れ、そこから教会が建てられたのであり、女が男から作られたことは教会の一致を表しているとしている。そして、神の国22二24章で人間が堕落したにもかかわらず、神は子供を産む祝福を奪われなかったと教えている。また、 福音派でも女の真の定義は男から取られたもの、男の一部であり、パウロはアダムとエヴァの類比をキリストと教会の関係に当てはめているとされる。女はアダムの脇から取られた。教会が出てくるのは主の傷ついて地の滲む脇からである。そのため人は妻と結ばれて一心同体になるのであり、教会はキリストの花嫁と呼ばれている。 エヴァは頭であるアダムに相談せずに、自分で判断したために堕落した。創造の秩序から女性が上に立ってはならないと教えられている。ユダヤ教においては、アダムとイブは全人類の祖とみなされてはいない。天地創造の際に神は獣、家畜、海空の生き物と同時に、神の二姿の人間を創造し、アダムの誕生とは区別して記述されているからである。 アダムはあくまでもユダヤ人の祖であり、その他の人類は魂を吹き入れられていない。つまり、本当の理性を持たない人であり、ごイムとされる。神の民族がその他人類と交わり、子孫を残していく記述が聖書に参見されるが、その中でも立法を守り、神に従う者が、アダムの直系であるアブラハムの民であり、イスラエル、ユダヤの民とされる。ヨベル書によれば、 アダムとエヴァは、エデンの園で7年間手入れと管理を行っていた。4月の新月に追放され、エルダに住み着き農耕を始めた。長男会員は、長女アワンと、三男セトは、次女アズラと結婚した。なおアベル、エノクの他男女8人の子がいた。アダムとイブとサタンの対立によれば、アダムとイブの間に最初に生まれた娘はルルワであり、彼女は、 カインの双子の姉妹として生まれた。アダムとエヴァの生涯によれば、追放の際サフラン、干渉庫、勝負、シナモン他の種を持っていくことを許可された。また追放後も大天使ミカエルにより賞をもらったり、エヴァの出産を助けてもらうなどしている。息子30人と娘30人儲けたという。追放後18年2ヶ月後子供が生まれた。グノーシス主義オフィス派の バルク書によれば、第二の男性原理エロヒムの天使が、第三の女性原理エデン、またはイスラエルの女性体の部分の土からアダムを作り、エデンが魂を、エロヒムが霊を置いた。イブも同様にエデンに似せて作られ、エデンが魂を、エロヒムが霊を置いた。その後梅を増やせよ地に満ちよと命じられた。アルコーンの本質によれば、イブはアルコーンから連情を抱かれるが、 これを相手にしなかった。イブは、セトを産んだ後に、娘のノーレアを産んだ。アラビア語で書かれた、クルアーンでは、エロヒムは、アラーフと、アダムは、アーダムと呼ばれ、人の祖にして、最初の預言者として登場する。イスラム教では、アーダムは、人の父と称され、人を総称するときは、アーダムのコラという語が使われ、アーダムの、といえば、人のという意味にもなる。幅。 すなわち、アーダムの妻はハウアーと呼ばれるが、クルアーンにはその名前は直接に言及されていない。クルアーンによれば、アーダムはアッラーフの地上における代理人として土から創造されたという。天使たちは人を地上に置くと地上で悪をなすと反対したが、アッラーフは最初の人としてアーダムを創造し、万物すべての名称を教えた。そのため天使ですらも、 万物の名はアーダムから教わり、彼にひれ伏したという。しかし、アーダムはイブリースの言葉に惑わされて、妻と共にアッラーフに食べることを禁じられていた楽園の果樹の実を食べてしまった。二人はこれを食いてアッラーフに介護し、罪を許されたものの、楽園を追放されて地上に下された。クルアーンの伝える物語は、創世紀の失楽園物語と比較すると、 果実を食べるよう誘ったのが蛇ではなく悪魔である。妻がアーダムをそそのかしたのではなく夫婦揃って悪魔に、騙されたアーダムの妻がいつ作られたかが明示されていない、等の違いがある。その後、二人は地上で子を設け、人類の祖となったとされる。なお、クルアーンには記述されていないが、イスラム教の伝承によれば、地上に降りた二人は初め別れ別れであったが、 急に落ちてから20年の地に、メッカ郊外のアラファート3で再会することができたという。ありがとうございます。